どうもライドウです。今日はあの大好評のシリーズにまたまた限定の新フレーバーが発売されたので買ってきました。今日紹介するのはこちら、クラフト196引き立つ洋梨。こちらサントリーさんから発売されています。クラフト196シリーズといえば、今年2022年3月から販売開始したルーキー的シリーズで、そのクオリティの高さ、美味しさからすでに数多くのファンを生み出している大好評なシリーズです。しかも矢継ぎ早にどんどん新しいフレーバーを発売していて、今回で早くも6つ目のフレーバーとなっているんですが、今回はどんなお味に仕上がってるんでしょうか。それではこちらをレビューしていきましょう。こちらのデザイン、洋梨をモチーフにもはやおなじみとなった市松模様が描かれていて、ポップで爽やかなデザインですね。こちらリリース情報によると、-196°C による洋梨の新種子に当社独自のバニラ新種子を加えることで、熟した洋梨のような甘い香りを実現し、洋梨の柔らかな果実感あふれる美味しさを目指しましたとのことなんですが、実際はどうなんでしょうか。それではこちらを開けていきましょう。こちらグラスに注いだ瞬間から洋梨の果実感あふれる香りがプンプンしてきて、いや、すでにテンション上がっちゃいましたね。それでは皆さん、お疲れ様でした。乾杯。洋梨の鮮やかな果実感があふれて美味しい。いや、やっぱこれ美味しいですよ。飲んで一口目、あー美味しい洋梨だって思って、もうね、目の覚めるようなというか、鮮やかというか、とにかくね、ジューシーで美味しい洋梨を頬張ったような果実感がね、ジュワッと溢れる感じで、いや、さすがのクラフト196シリーズといった感じですね。甘みや酸味もほどほどに感じるんですが、あくまで果実的な、人工的でない感じなので、非常にさっぱりと飲みやすい感じですね。後味にちょっとした苦味が隠し味的にピッとするんですが、何の味でちょっと苦味があるのかわからないんですが、それがね、味をキュッと引き締めてくれていて、甘み酸味果実感を引き立ててくれてますね。とにかく果実感がすごいので、飲み応えも感じて、いや、なんか満たされた気持ちになっちゃいますね。アルコール度数は 6% ということなんですが、アルコール感は程よく感じるといった感じで、飲みやすさもありつつ満足感もあるよといった感じです。希望小売価格は 350ml が税抜き149円、 500ml が税抜き203円となっていますよ。いや、その値段でね、この満足感はね、お値打ち価格だと思いますね。リリース情報にあった洋梨の柔らかな果実感あふれる美味しさを目指しましたということなんですが、いや、確かにね、果実感あふれる美味しさをめちゃめちゃ感じるので、これはね、一度飲んでみてほしいですね。いやー、クラフト196シリーズやっぱうめえなー。本日紹介したクラフト196引き立つ洋梨のまとめ、味的にはとにかくね、洋梨の果実感がすごいので、いや、ほんとね、洋梨を超えた洋梨感というか、もはやね、本物の果実の洋梨より美味しいんじゃないかなっていうぐらいの果実感を感じて美味しいので、よほどね、洋梨を嫌いという方以外は一度飲んでみてほしい味ですね。飲むシチュエーションとしては、果実感あふれて爽やかなので、食事と合わせてももちろん美味しいと思うんですが、まず最初はね、このお酒を主役に味を楽しんでほしいので、ちょっと軽めなおつまみと合わせて、まずはね、このお酒を主役にね、堪能してほしいですね。その美味しさに用があるなお酒、それがクラフト196引き立つ洋梨でした。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。動画の感想など何でもコメントに書いてくださいね。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ライドウでした。